カウテレビがお届けします社長室101。今回は東京都千代田区に来ています。今日お尋ねしている会社は土壌汚染地の活用をサポートしている会社さんです。例えば工場の跡地とか汚染された土壌をですね、きれいにして新たに活用していくためのサポートされていらっしゃる会社さんです。会社名を株式会社エンバイオホールディングスさんとおっしゃいまして、東証マザーズに上場していらっしゃる会社さんです。このエンバイホールディングスさん、何が特筆すべきところなのかといいますと、汚染の土壌をですね、掘削してよそに持っていくことによって浄化するというのが従来の手法だったものに対して、その土地を掘削せずに今ある土地に薬剤を注入したりバイオを注入したりすることによってきれいにしていくという技術、この原因地浄化という技術の日本国内におけるパイオニア、そちらの創業期から現在までを率いていらっしゃる西村稔社長に、この会社の生い立ち、そして強さの秘密について今日は伺いたいと思います。ご紹介します。西村社長です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず会社の概要から教えていただいてよろしいでしょうか。はい、私どもは土壌汚染という、環境問題なんですけども、この土壌汚染問題に、総合的なアプローチで、解決するというような、サービスと商品を、提供する、グループ経営の会社なんですね。はい、で事業は大きく3つありまして、はい、でその3つの事業はそれぞれの事業会社が担当していると。はい、で中核の事業は、はい、土壌汚染の調査、汚染があった時の浄化工事、でその一連のコンサルティングといったことを行っている IS ソリューションという会社です。一番大きな中心の会社、中心の会社です。ただの土壌汚染問題というのは調査とか対策というのは、はい、全体の工程の中の一つのパーツなんですね。で汚染した土地を最後どういうふうに活用するのかといったところが最終的な目的でありますので、私どもはその調査浄化をやる会社と、さらに別会社として汚染した土地をそのまま一旦我々の方で引き受けて、汚染を解決した上でもう一度市場に出すといったような、土壌汚染地を専門に扱うような不動産会社を持っております。何と会社ですか。これは BF マネジメントという不動産会社ですね。不動産会社、土地取引の会社ですね。その土壌汚染の浄化っていうのは実は非常にお金がかかる仕事なんです。はい、ですから土地を再活用しようとすると、いかに低コストで浄化するかというのが一つのキーになるんですね。世の中のほとんどの会社は土壌汚染があると誰でも簡単に思うのは、はい、じゃあ汚染した土を根こそぎ掘り出して新しい土と入れ替えればいいじゃないかというふうに誰でも考えるんですけども、これは確実な方法ですけれども、非常にお金がかかるんです。お金がかかるゆえに下手するとですね、場合によっては土地の価格よりも浄化費用の方が高くなったり、土地の価格の8割方を浄化費用が占めたりと、そうなってくるともう活用できないんですよ。そうですね。我々は通常の方法の、場合によっては半額以下でできるような方法を得意としています。土を根こそぎ掘り出すのではなくって、土の中が全て汚れているわけではなくって、汚染というのはある一定のところに固まっているんですね。でそこをきちっと3次元で解析をして汚染した物質を分解するような化学薬剤をピンポイントで注入したり、そこにいる微生物を活性化することによって、汚染物質を分解させたりと。そういうことによって全体を掘り出すよりも、場合によっては半額以下になります。半額以下で、それによって今まで活用できなかった土地の浄化コストが低下することによって活用できる場所が増えるでしょうと、っていうことをやってます。でその技術というのはもともとはアメリカでできた技術なんですけども、その技術を我々が日本に持ってきて、独自の開発をして、我々の権利として特許も出させていただいてるんですけども、そういったものを一つの、武器としてやらせていただいてます。でこれは原因地浄化っていうんです。原因地浄化、掘削除去に対応して原因地浄化って、その場で浄化をすると。でこの技術をもっと日本に普及させなきゃいけないということで、これは特殊な機械とか、特殊な薬剤とか、いろんなツールを使うんですね。そういったもののほとんどはアメリカから輸入して我々が使うんですけども、これをもっと広く、日本に普及させようということで、それを専門商社を作りまして、我々はもちろん使うんですけども、
我々以外の同業者、北はもう土壌線は九州沖縄から北海道まで日本全国ありますので、そういったところに、まあいろんな機材をまあ販売しようと。で我々の仕事が例えば北海道であれば、北海道で機材を持たれている会社さんと一緒に浄化をすればコストもさらに安くなると。なるほど。ということでそういう商社部門で、こちらこちらはあのランドコンシェルジュという会社なんですけども、それからあの土壌線っていうのはこれはあの遅れてやってくる環境なんですね。ですから経済成長がある程度進むと土壌線が顕在化してくる、はい、ですから日本も土壌線が見つかったのは、うん、実はあのアメリカの20年遅れてから見つかってます、はい、で経済成長の後にくっついてくると、くっついてくるんですね、はい、ですから土壌線というのはこれは日本で終わるものではなくって、うん、まだ土壌線が顕在化していませんけれども、うんうん、今の経済が著しくこう伸びている、うんまあ、中国であるとか、はい、今後はタイであるとか、はい、インドネシアであるとか、はい、いわゆる東南アジアの ASEAN 諸国であるとか、はい、中国ですね、はい、そういったところでも土壌線が今後出てくるわけですね、うん、でそういったところはいわゆるニーズがないところにはテクノロジーは育ちません、うん、日本も同じように昔土壌線の問題がなかった時には全く技術なかったんですね、はい、ですから、はい、そういったところに対して今後我々のノウハウをまあ提供しようということで、うん、今まだその第一歩として中国に、合弁会社を作って、はい、中国の土壌線対策をやる会社を持っています。これはあの我々は IS ソリューションチャイナというふうに呼んでますけども、まあ、中国名ではまあ向こうの酵素生態環境実電環境修復有限工事という会社がありますけども、まあ、その4つですね。なるほど。じゃあその国内3事業というその土壌汚染地の活用ビジネスを一連でやる3つの事業体というのは、土地を仕入れて売る BF マネジメントさんと、その仕入れた土地の浄化を行う IS ソリューションさんと、それからそのツールを海外から入れて全国に広めていくランドコンシェルジュさんですね。ランドコンシェルジュさん、この3つが一体となったところの上にエンバイオホールディングスさんというホールディングス会社がある。これはもうホールディング会社なんで、ここは全体の事業戦略と、それから財務と人事ですかね。なるほど。そんなことをまあやらせていただいているという3社プラスその海外の会社それぞれに、社長経営者というのは別にいらっしゃるという。そうですね。で私はその中核の IS ソリューションの社長は私は兼務しておりますけれども、はい、中国であれば一人あの総経理を我々から派遣してますし、ランドコンシェルはランドコンシェル社長別におられますし、はいはい、BF マネジメントもそれぞれ経営陣はそれぞれ独立しています。なるほど。